なんか偏頭痛なのか、なんか私さ、低気圧で頭が痛くなるっていうのは分かってるんだけど、その低気圧で自分も頭が痛くなる人だっていうのを自覚したのがマジで最近なのね。てか分かんないの、これが俗に言う偏頭痛っていうものなのかよく分からないんだけども。ただまあちょっと頭が痛いんです今。でもね、まあそんななんか、なんていうの、マジでなんかもう寝てないと無理みたいな感じではないから、まあ別に平気っちゃ平気なんだけど、ちょっと嫌だよねみたいな、まあ不愉快ではあるみたいなところかな。キムさん、スケヒラさん、慎太郎さん、ガウさん、アランさん、アトランティスさん、ヒロイチさん、山形かかしさん、鏡さん、音速の貴公子さん、乳母車さん、お豆腐さん、ヒロイチさん、あ、ひろしさん呼んだかな？ごめん。呼んでたわ。革ジャン番長さん、MSC さん、オルニストさん、マスルさん、マッツンさん、箱牛さん、こんばんは。なんかね、なんていうの？首の付け根っていうのかな？後頭部が結構グワグワ痛い感じかな。リベドラさん、こんばんは。ハクロウさん、こんばんは。バブル、ありがとうございます。ナモナモさん、親衛隊104人目、ありがとうございます。イージスさん、こんばんは。お、明日から3連休ってことで飲み歩いてます。いいね、花金って感じ。ヒロシンさん、こんばんは。リベドラさん、ハートありがとうございます。お豆腐さん、チョコミントアイス、ありがとうございます。アナケンさん、こんばんは。無理しないでねって、ありがとう。ヒロシンさん、いちごチョコジェラート、ありがとうございます。ハクロウさん、ミルクジェラート、ありがとうございます。ナナシさん、こんばんは。ヨカさん、こんばんは。そう、なんか貧血なのかな、もう分かんないんだ、何の痛みなのか。貧血もあるだろうし、多分なんか気圧とかなんかそういうのもあるだろうし、なんかもういろいろ混ざってて何が何だかみたいな感じです。ヨカさん、ミルクアイスありがとうございます。カズさん、こんばんは。天使さん、流れ星ありがとうございます。自分も午前中同じところにいたかった。あ、本当？じゃあやっぱ天気なのかな。ねえ、やだね。なんか髪の毛引っ張られて痛いのとまたちょっと違うんだよね、種類が、痛みの種類。やだね。みんなも無事でいてね。ガタジェイさん、こんばんは。ミルクアイスありがとうございます。とりあえずね、元気ではあるんだけどみたいな感じです。久しぶりにスキンケア配信ラジオだけども、スキンケア配信っておもろいよね、普通に。赤坂さん、こんばんは。まあ、もだじりてありがとう。偏頭痛ね、難しいよね。原ちゃんさん、こんばんは。眉毛抜いてんだけど、めちゃくちゃ痛い。もうやだ。何？涙が出るわ。千年に一人の国宝級イケメンさん、こんばんは。アルファーさん、こんばんは。大丈夫。眉毛抜く痛みはマジで全然慣れないですね。抜くのが痛くない毛なんてさ、確かに 間違いなさすぎるね。それは間違いないわ。パックとかしよっかな、めんどくさいな。本当に大丈夫。まあやばかったら薬飲むし、大丈夫。とりあえず
スエンさんこんばんは。パックしようか、たまには面倒だけれども。3連休予定ないんだけど、どうしよう。なんかどうしよう、どうしよう。てかさ、今日さ、金曜ロードショーリメンバーミーだと思ってさ、録画忘れたって思って、もう最悪と思ってさ、さらにキングダムだったらしく、調べたら来週だった。危ねーリメンバーミーめっちゃ好きなんだよね。ディズニーのさ、ピクサーの映画なんだけど、めちゃくちゃ面白いのよ。面白いってか、マジ泣ける、感動する。映像めっちゃ綺麗だし、泣けるのね。そうだから久しぶりに見たいと思って録画しようって思ってたんだけど、もうすっかり忘れてて、もう今日だと思い込んでたので、パパに、なんかパパってそういう映画とか結構録画しとくタイプなのね。だからもしかして撮ってないかなと思ってパパに聞いたの。ね、今日リメンバーミーとか撮ってたりしないよねみたいな、金曜ロードショーなんだけどって言ったら、今日キングダムだったよって言われて、えっみたいな、びっくりびっくり。ちょっとシュッシュします。今はなんかミスト状の化粧水を体に吹きかけたところですクリーム塗るのベタベタで嫌だって人はね、化粧水とか塗ると結構いいですよ。あのなんかサラサラ系のやつね、しっとりとかじゃなくて、マジサラサラ系のなんか水みたいな化粧水とか塗るとベタベタしないけど保湿されて結構いい感じになるよ。おすすめだよ。シンクレアさん、アツヒロさんこんばんは。世間は3連休か全く関係、そうだよね、関係ない人もいるよね。メッシさんこんばんは。天使さんだるま、ありがとうございます。自然に抜ける髪の毛ぐらいだよね、痛くないの。いや、お前も抜けないでくれよ市田さんこんばんは。デッキブラシみたいなと、そうそう、シュッシュしてた今、霧吹きみたいなやつですね。夏とかはね、結構あの半袖短パンとかにさなるじゃないですか、部屋着が。だからなんかあの出てる面が多くて、あのボディクリームとか塗ると結構ベタベタして嫌だみたいな感じになる人がいると思うんだけど、そういう人はなんかマジであのサラッサラの化粧水塗るといいよ。シュウケンさんこんばんは。あのなんかハトムギとかさ、あのいっぱい入ってて安いやつだとなんかもったいないと思わずに、あんまりもったいない感なく使えるから結構おすすめです。それだったら多分男性とかもね、なんかあの変にいい匂いとかもしないし使いやすい気がする。ぜひ試してみて。サラサラの化粧水のおすすめは、まあ無難に言ったら普通にハトムギ化粧水とか、あのドンキとかさ普通に売ってるあのハトムギ化粧水とかだし、なんかあのもともと霧吹きタイプになってるやつで、私が最近使ってるのはこれなんだ、ホワイトルフィフスっていう、ホワイトルフィフスだったわ、ごめん、ホワイトルフィフスっていうやつで、薬用美白化粧水500ミリ入ってて、もともとあのシュッシュのタイプだから、あのボトルにあの霧吹きがついてるみたいな、ついて売ってるんだけど、なんか効果効能で肌荒れ、荒れ症、汗も霜焼け、ひび、赤切れ、ニキビを防ぐ、メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ、皮膚に潤いを与えるって書いてあって、洗顔後やお風呂上がりに適量をスプレーし、優しく顔や全身になじませてください。メイクの上からでもご使用いただけますって書いてあるんだけど、これねマジでよくて、なんかあのさ、これもともとなんかあの背中ニキビとかで悩んでる人がこれ使って、その背中ニキビが消えたみたいなのですごいバズって
ってたやつで、ハトムギよりちょっと高いけど、でもハトムギよりいい気がする個人的には。そうだし、なんか結構サラサラだけど、なんかなんていうの、ちゃんと保湿はしてくれるから結構いいです。日本製ホワイトルフィフスっていうやつ。イーストさん、いちごアイスありがとうございます。リカ太郎さん、こんばんは。カズーさん、こんばんは。あやちゃんの言い伝えを守ってパジャマちゃんとズボンにし、えらい。お腹はね、冷やしたらいけないから。ハトムギ化粧水使ってる、いいよね、ハトムギね、マジで好き。ハトムギ一番最初に買った化粧水かもしれない。自分がスキンケアするとかなって一番最初に買ったのがハトムギだったけど、私ハトムギ化粧水使い出してニキビとか治ったかな。肌荒れってかさ、そんな感じか。シャンプーがなくなった、やだ、買いに行かなきゃ。あ、買いに行かなくていいわ、あったわ。大丈夫大丈夫、よいしょよいしょよいしょ。リカ太郎さん、ハートありがとうございます。2000円くらいか思ったよりとか、そうそう、ちょっと高いけど、でもちゃんと効果はあるかも。なんかそれこそさ、私脱毛をしてるんだけど、全身なんかさ、背中とかもやるのよ。でそうするとさ、背中って基本的に普通のなんかクリームとかを塗るってなったら届かないのよ。なんかその届くけどまんべんなく塗れないのね。だからなんかちょっと荒れちゃって、その刺激で。脱毛した後って結構保湿しっかりしないといけないんだけど、荒れちゃって、しかもさ、自分じゃ見えないじゃん。で実家帰った時にママとお風呂入って、ママにめっちゃ背中荒れてるけどどうしたのって言われて、え、じゃあ脱毛かなってなって、なんか塗った方がいいよって言われて、じゃあそのスプレーのやつ使ってみようってなったの。スプレーだったらさ、ある程度ほら自分で届かないところもさ、シュッ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 ってやればついてくれるじゃん、水分が。だからそれ使ってみたら、もうマジで嘘みたいに綺麗になって、これやっぱすごいわってなったかな。毎日使っててもそんなに減らないし、コスパはいいかな。高いけどね、1個買うってなったら高いけどみたいな。そうだから気になる人は使ってみてって感じ。リカ太郎さん、ミルクアイス、いちごアイス、チョコミントアイスありがとうございます。サトシアンさん、こんばんは。カピオジさん、こんばんは。明日で連続配信390日、約13ヶ月連続配信、え、すごっ、ほんとだ嬉しい。まーちゃん、ごめん、6時半起きで寝るのでまたね、おやすみ。ありがとう、おやすみ、ありがとね、朝早いのに。ゆっくり寝てね、届かないところ俺やってあげる、毎晩。ほんとに出張で。そうそう、そういうことでございます。結構いいよ、私全身に塗れるっていうのがね、いいよね、非常に推しポイント、何より楽。そうなんです、もうすぐ400ね、あっという間だ。スエンさん、チョコミントアイスありがとうございますね、マジであっという間。私は起きたばっか、あ、そうなの、今起きたの、今ってか、そうなの、さっき起きた、起きちゃったの。でももうここまで来るともう勝ったなって感じするわ。お風呂に入る
までがめんどくさいんだよね。入っちゃえばもう髪の毛とか乾かさなきゃいけないし、スキンケアしないといけないってなるからいいんだけど、それを見越してめんどくさいってなっちゃうから。風呂キャンセル会話、いや本当にそれな、本当にそれ。だからなんかどちらかというと風呂というよりかもうドライヤーをキャンセルしたいよね。真面目にドライヤーは結構キャンセルしたいかも。お風呂は別に嫌いじゃないけど、その後のドライヤーが嫌すぎて。そうそうなんです、嫌です、マジで。ピアン、今日さ、はるかちゃんと会ったの。言っていいのかなとか言って次いっか。今日はるかちゃんと会ったんだけどさ、なんかマジで写真撮りましょうねとか言って言ってたの。 JT さんこんばんは。そう、はるかちゃんと会って、あのはるかちゃんにタンプレを渡したの、やっと。そう、ずっと渡せてなくて、今日一緒に行って選んだんだけど、プレゼントしたのね。で JT さんレインボースターありがとうございます。そう、それで買って、まあ渡してよかったんだけどさ、写真撮りましょうとか言って言ってたのに、マジ一枚も撮らずに解散した。やばくない？もうマジ仲いい人ってなんでこうなるんだろうか、本当に怖い。アイシャドウあげた。なんか最初香水欲しいみたいな感じで言ってて迷ってたんだけど、香水かパウダーかみたいな。でいざなんかお店、まあ、百貨店みたいなとこ行ったんだけど、お店行ったらなんか待って、アイシャドウめっちゃいいみたいになって、アイシャドウにした。結局アイシャドウにしたってかしてた。そう、しかもおもろいのが、私がよく使ってるあのトム・フォードのやつにした。なんかマウが使ってるからめっちゃいいよみたいなこと言ったのよ。で試したらすごい合ってたの、はるかちゃんに。色味がめっちゃぴったりで超可愛くて、う綺麗なお顔だからね、何でも映えるんだけど、そうすごい似合っててめっちゃいいじゃんって言ったら、これにしますって言ってた。メッシさんバブルありがとうございます。ハートもありがとう。昼配信中 LINE のやり取りしたの見て、はるかちゃんだなってそう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 、そうなの。今日学校終わりにね来てくれた。なんか2人で会うのマジで久しぶりで、割とそう5月以来、最近結構4人で会うことが多くて、そのはるかちゃんと私と、そのはるかちゃんの元々のお友達、そう4人で会うことが多かったから、2人で会うのめっちゃ久しぶりで。そう、はるかちゃんね5月誕生日だよ、頭。そう1日、私と1ヶ月くらいしか変わんないんだよね。20歳になりました。ということで、そうプレゼントあげたんだけれども、そうでもすごい喜んでくれてよかった、嬉しかった。あつひろさんバブルありがとうございます。そう順番逆になった。そう夏に使いますって言ってくれた、かわいいと思って。そうなんです。
最近動くはるかちゃん見てない。まあそうだよね、配信してないからね。トム・フォードってどっちかったらハイブラン、あ、まあでも、うん、まあデパコスの中でも比較的まあ高めかもねって感じ。アイシャドウとかまあまあするし、でもマジで質がいいから、そう超おすすめした。ティンバレラスさん、ハートありがとうございます。こんばんは。エポックさん、こんばんは。定期的に汗をかえるママ、え、そうてかね、撮影ありがたいことに撮影していただける機会が結構あって、なんかコロコロ変えてますね私。そうそうなんです。だからアーシャ撮影権とかはさ、マジでみんなのおかげでしかないから、そう、なんだっけ、配信のイベントとかで獲得するやつはさ、みんなのおかげだから嬉しいですね。だし今回あやにゃんとね6月末にやらせてもらったイベントとかはの時は今回初めてねアーシャを撮影して、しかも外ロケとかもやったから、そうすごい貴重な機会だった。めっちゃ久しぶりに外ロケでさやってさ、そんな撮影なんてもう超楽しかった。あれマジで、またなんかイベントとかできるってなったらまたやりたい普通に。私さ外ロケ大好きなの、写真とか。なんかやっぱスタジオとかだとさ楽しいけどさ、なんか周りに何もない状態で撮影することが多いじゃん普通に、ああいうなんか白バッグみたいなところで撮影するから。なんだけど外ロケってさ使えるものがたくさんあるじゃん。普通になんかなんていうの、ガードレールとかでもいいし、手すりみたいなところでもいいし、階段とかでもいいし、何でもいいんだけど、壁とか橋とかさ、遊具とか公園行ったらね、なんかそういう使えるものがいっぱいある方が私は撮影楽しいのね。そうだから生写真とかもロケ写とか大好きだったんだけど、そういうのをねマジ何年ぶりぐらいのレベルでやったからめっちゃ楽しかった。ティンバレラさん、バブルありがとうございます。もうね永遠に終わらないでほしいと思った。写真撮ってもらうの大好きだからさ。トム・フォードの香水欲しい、高い。いやそうだよね、わかる。香水ってマジ高いよな、めっちゃわかる。そうなの、でも私香水集めるのめっちゃ好きだからさ、とか言ってそんなにいっぱい持ってるわけじゃないんだけど、別になんかめちゃくちゃいっぱい持ってる風にあれしちゃったけど、そんなにいっぱいは持ってないんだけど、そうそう、ミスディオールとかめっちゃ好きだし、ヘアミスト持ってるし、よく使うのはジバンシーとかかな。減りが結構早いのはジバンシーとか。そう、ジバンシーの香水マジでいい匂い。でも好み分かれるかもしれないけど、これなんて読むのこれ、何これ、オードパルファム35ミリ、マジでいい匂い、大好きこういう匂い、素敵。あとはシャネルのチャンスとか使ってる。オービーブってやつ、これはちょっとなんか大人な香りかな、お姉さんみたいな匂いがする。未来さん、こんばんは。チョコミントアイスありがとうございます。今回のリアイベ冗談抜きで浴衣姿のまま撮れて最高に良かった。めっちゃ嬉しい、やった。浴衣とか褒めてもらえるのめっちゃ嬉しいな、和装とか。未来さん、いちごアイスありがとうございます。あとはジルのホワイトフローラル、これマジド定番だけど超いい匂い、一番好きかもしれない。ビビアンの香水がめちゃくちゃ好み分かれるやつなんだけど全部廃盤。悲しい、廃盤って嫌だよね、もうどうにもなんないじゃん。あ、ヤケルさん、こんばんは。ブラックベリー&ベイ、何それ、試してみようかな今度匂い。
で、あとこの間はるかちゃんからもらったジョー・マローンのイングリッシュペア&フリージア、これもすっごい匂いなんだよね。大人っぽい匂い、素敵で、あのまさかのまさかのあのプレゼントで全く同じ匂いのボディクリームいただくっていうね、最高。いい匂いに囲まれて生きてる私。うん、素敵。匂いフェチだからね、こういう香り物は結構好きです私。あとは香水ってより、これなんかボディ何これ、なんて言えばいいの、フレグランスだけど、マジョリカマジョルカって、あの普通にドラッグストアとかで売ってるやつのなんか香水、これマジ甘い匂いするんだよね、すごい好き、安いし。そう、あとね、いい匂いのやついただいたことがあるんだよね、なんて読むんだろう、グーグーシーン A1、 これ結構甘い匂い好きですね、こういう甘い匂いが好きなんで私。あ、サムライね、はいはいはい。まあさんこんばんは。初代オムニア、オムニアってどこのやつ、何のやつ、やばい、めっちゃ香水の匂いついてる、これチャンスだこの匂いチャンスの匂い、やばい、くせえいい匂いだけど手につくとなるとまた話が変わってくる。ちょっと調べてみよう。ブルガリか、うーん、え、可愛くないこれパッケージ。ブルガリブラック使ってたんだが、それも知らん間に日本でも取り扱いなくなってた。あ、そうなんだ。香水どこにつけるか論争、あー、あるね、あるね、あるね。私はあの服の中心、なんか普通に正面で立った時に、まあなんていうの、まあ、胸から胃のあたりぐらい、お腹ぐらいのところをめがけてワンプッシュと、あの自分がいる上空空間にワンプッシュして浴びる、わーってこうやって伝わる。なんかあんまり直につけすぎるとくっさってなる可能性あるじゃん。香水のお値段どれもこれも倍くらいになってない？あー、まあ確かに高いよね。ジルとか安いけどね。ブルガリの、へー、茶色のやつ、なんかパッケージがすごい素敵だった。だからローソンに来て、だからってどういうこと？お腹に1から2プッシュ、やっぱそうだよね、お腹1、空間1ってか、まあ、頭上1みたいな、でこう頭から浴びる、でなんかちょっとこうやってくるくるくるって回ったりとかして浴びたりとかするかなとか。なんかあのそのさっき言ったそのマジョリカマジョルカっていう、あの普通にドラッグストアとかで買えるようなやつは、なんかプッシュのタイプじゃなくて、なんかなんていうの、液体になんかあのマスカラみたいな感じでさ、こう棒状のなんか刺さってる感じなの、刺さってるとか、なんか使ってるみたいな、でそれで液体がそのまま出てくるのね。だからそれをこう手首とかさ、あのこの耳の下とかにつけないといけないんだけど、それも直付けしてるかな、手の甲。やっぱそうだよね、オードトワレとパルファムで聞き物たちが、え、ほんとそれね、何が何だか分かんないけど、なんかあの持続なんとかとかあるよね。ちょっと待って、くっさ、マジでシャネル、シャネルくせえ、シャネルくせえ、手洗います、びっくりしちゃうので。匂いってさ、人によって好み違うじゃん。取れた、
とかそんな感じかな。いい匂いする人とか好きですよ、うん、男の人の香水ってなんかさいいよね。いい匂いする男の人めちゃくちゃ好き。私無臭でもいいんだけど、お茶でも飲もうかな。あ、やばい、麦茶作らないと私の水分源がなくなっちゃう。命の水ん、こうか。早く髪乾かせよってね、喋ってたら楽しくなっちゃってさ。雨な、あらやだね、今日ずっと雨だったね。そんなこと言うと次のリアルイベント香水ブームテンションやばい。よし、香水風呂に入ってママに好かれるぞ。雨なう情緒どない。本屋さんですごくいい香りの男の人がいて、本気でどこの香水使ってるか聞くかめちゃくちゃ迷ったこと。おもろ。すごいタイプの匂いだったんだろうねきっと。確かに、なんかでもさ、なんかあのハイブランド、それこそなんかディオールとかさ、なんかシャネルとかイブサンローランとか、なんかそういうハイブランド系の香水ってさ、マジで好み分かれる気がしてて、なんか個人的には結構なんかうわ強いってなることが多いの。だから結構いろいろ試して、あ、なんか甘い柔らかい匂いだなって思ったやつとかを買ったりとかするんだけど、いい匂いする男って俺のことじゃんイケメンでいい匂いするの最高じゃん。違う、いぶりがっことかねえじゃないんだよね。違うんだよね、なんか話題が違うんだけど、一人だけ沸かしますね。今から麦茶を作らないと脱水症状になってしまう、大変だ。ってことでお湯沸かします。一回ね、沸かしてから作ってますね私は。なんかこれ一定時間さ煮沸しないとなんかあんま意味ないらしいんだけど、まあ、気分的にってことで。電車の中で強い香りを惑ったおばさまが前に来てしまう。え、そうだからさ、あのあれなんだよ、なんていうの、本当にさ香りってさ、マジでさ一歩間違うと本当にさ人のさ気分を害してしまうことになりかねないじゃん。だからあんまりいっぱいつけれないんだよね。うわ、ディオールのソバージュとか、おいおいおい、ディオールのソバージュってあれじゃん、あのイケイケお兄さんがつけてるやつじゃん。イヴ・サンローランのリブレ、あー今日買いだわ。燻製の匂いしたら嫌でしょなんかチップの匂いかなみたいな。白のサボンとかいいね、めっちゃ爽やかなの柔らかい匂いね。白とかいいね。いやいや好きだけど、好きだけど燻製の匂いは嫌かも、さすがに。やばい、お湯沸いてきてうるさい。
ヘギソバージュうまいじゃないんだよ。よいしょ、いてててラーメン屋で隣にハンパモンホストが座ったらなるほどね、確かにホストの人とかめちゃくちゃ香水の匂いするもんね。なんかあのホストの行ったことある人みたいになっちゃった今の発言、ちょっと誤解なんだけど、なんかあのさ新宿とかってさめっちゃホストの人いるじゃん、夜とか歌舞伎町のあたりとかさめっちゃいるじゃん、まあ当たり前に。だからそういうところをさ夜通ったりとかするとさめっちゃもう何の匂いかわからんみたいになんのよ。ご飯行くときは香水弱めでいて、いやわかる、だからそのさご飯行くの分かってたら香水とかつけないもんね、そもそも今日ご飯行くよなーってなったら香水とかつけない普通に。なんかさあれじゃない、普通に友達がとかもそうだけどさ普通に周りの人もあれじゃん、ちょっと嫌じゃん。ホスト君たちがコールの練習してるところに配達に行くのめっちゃ、え、だってコールの練習とかしてるんだ、おもろ、知らなかった、練習とかあんだ、おもろいな、自主練とかすんのかな。マーマーがホスト行ったらお金なんてなくなる、いやほんとそれな、私マジでそういうところ行ったらいけない人種だから分かってんの自分で。だからなんか人生経験として一回行ってみたいみたいな気持ちも正直あるんだけど、私多分ハマるから行けないなーっていう気持ちの方が勝ってる。しかも自分が遭遇するの朝方、ああなるほどね、当時と同じ香りがすると元カノ、え、もうさ香りってマジでさ一番残るよね記憶に。ホストしてたことある親衛隊はいないのか、え、いなそう、いるんかな。あんまりイメージないけど、いなそうもなんか悲しいよな違う違う、そういう意味じゃなくてそういう意味じゃなくて、みんな雰囲気的にしたことなさそうってこと。待って、めっちゃおもろいんだけど、確かにめっちゃド失礼だよね、ごめん。初めて新潟で一人暮らし始めた時の制汗剤の匂いを追い求めてるんだけど、え、何の匂いか分かんないってこと？匿名さんこんばんは、ラッシュの店の匂い、え、分かる、私でもマジでラッシュとかでバイトできないなって思う、本当に無理、雰囲気的に何言っておもろいないやなんかさイメージ湧かないなって感じ、みんななんか会ったことある人はなんかホストっぽいなみたいな人いない、わかるやん、ホストとかしてると。大学1年の時先輩にお前ホストのバイトとかしたことないのって言われたことはある、その先輩高校生の時ホストして、へえ。私は割とそっち系の顔だから自分が、そうですよ、ワイなんてチャラさのかけらもないもんな、
いやそん、いやまあだからチャラいってよりかは、なんだろう、おしゃれ、おしゃれお兄さんって感じするけどね。メーカー忘れちゃったんだけど、メントール系とムスクが混じったような液体の中にサラサラお粉、え、シーブリーズじゃないのそれ。すごいシーブリーズみたいな気するけど違うのかな。僕昔からおばさん受けよすぎるんだ。あ、そうなのそうなの。ホスト経験はないけどポストマンちょっと陰踏んでんの草、おもろい。年賀状配達とかめちゃくちゃ大変でしょ。おばあちゃん受けとかいいじゃん、本当に人がいいやつじゃんそれ。あ、シーブリーズとはまた違うんだ。へえ、なんだろうね。え、なんか割と喋ってておもろいんだけど、私結構30分くらいみたいなつもりだったんだけど全然喋ってた、いっぱい。雪国だと大変だけど雪がなかったらそこまできつくないかも。まあ確かに。あ、スカーさんこんばんは。湯上がり大勝利配信お疲れ様です。ありがとうございます。もうスキンケアも終わってあとは髪の毛を乾かすだけ。大勝利です。配達系は犬。あー、番犬ってこと。ペペロンチーノ食べますね。担当食べ。番犬ガオガオ大変だったってこと。マーマーは何食べた。マーマーは今日焼き鳥食べたよ。鳥貴族行った。もう鳥貴マジ大好きすぎて。え、ねえ、あのさ、え、そう今日さ、はるかちゃんとさ会っててさ、あの誕生日プレゼントをね、プレゼントした買ったんだけど、まず会ってあれなの、なんかアイス食べたの、ジェラートみたいな。今週ガチベばっか顔出してるからここ落ち着く。あら、そっか、そうだよね。まあ本当にゆるりとゆるりと見ていって、見ていってというか今日は動いてないから聞いていってだけど、言ってくれないとみんなで違う鳥系飲み会どういうこと。慎太郎さんミルクアイスありがとうございます。え、鳥貴新潟なくない、できた。慎太郎さんいちごアイスとチョコミントアイスもありがとうございます。あー、ミルクアイスもありがとう、いっぱいありがとう、たくさんアイスが、あー、ありがとう、すごい交互に。ね、新潟ないよね、鳥貴。え、そうそう、それでね、でなんかあのとりあえずどこ行こうかってなって、まあコスメとか見るとか、まあ、カフェとか探すってなったら、まあ、銀座がいっかってなって銀座行ったのよ。なおさんこんばんは。そう、それでさなんかさ、銀座6に行ったのね。で、あのジェラート、そのジェラートのお店がその銀座6の中にあって、でそこでジェラート食べてたの。え、そしたらさ、なんか J アラートみたいのが鳴って、あ、鳥貴新潟にもあったんだ、へえ。え、そう、なんか J アラートみたいな警報みたいなのが鳴って、で、え、しかも自分らのは鳴ってないの。え？ってなって、でもさ、なんかでもはるかちゃんは緊急地震速報だっていうの。だけど、え、
でもマウが知ってる緊急地震速報はこの音じゃないってなって、何みたいな。しかも自分らの鳴ってないし、え、何何何みたいな、怖怖怖ってなって、どうしようどうしようみたいになってさ、もうすごい。え、でも緊急地震速報なんかあの X とかで調べても緊急地震速報みたいな感じで言ってる人いるから、もうすごい身構えてたのね、まあ揺れると思って。そしたらなんか、まあ、結局違ったのよ。 J アラート食べて、 J アラートほんとするな。え、そうで、で結局何だったんだってなって後から見たら、なんかあの避難所がどうのこうのみたいな、多分洪水のなんかみたいなやつで、雨ので、なんか鳴ったのがあの港区民だったらしくて、そりゃ鳴るかっていう、あの銀座だからそりゃ鳴るかっていう。 でそれであのうちらのは鳴らないわなってなって、クーさんこんばんは、めっちゃおもろかったっていう、そういうことみたいな。そりゃならんわとか言ってゲラゲラ笑ってた。そう、港区民の人たちが鳴ってただけで、そう結局誤報だったみたいだけど、そうでもあのまあ多分どの道鳴ってないから、うちらはそう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 、だからそこにいなかったら聞こえてなかったんだけど、めっちゃ怖かった。そうだから緊急地震速報、私が知ってるのこれじゃないってなったんだけど、そうそう、まあ結局違かったし誤報だったんだけど、まあとにかくびっくりしたっていう、びっくりしたけど、あのなんかそんなところでも格差があってちょっと悲しかったですって話。おもろいよね。速報の音ってどれ聞いてもビビる。え、それな、でもなんかさ、 J アラートってさ、なんか目覚ましみたいな音でやめてほしいよね。なんかちょっとなんか緩やかな音みたいな。緊急地震速報の方がなんか結構緊急性がある感じがして、うわっってなるけどさ、一瞬え何これみたいな感じになるの、マジでやめてほしい。ちょっとなんかメロディー系なんだよね、そのサイレンみたいなさ、警報みたいな音よりかは。え、どんなんだったっけな、緊急地震速報、SIM カード、あ、SIM カード関係ないんじゃない、でも切れるよね。緊急地震速報鳴らないようにできるけど、え、わかる、怖いよね、マジで心臓飛び出しそうになる。え、 J アラートってどんなんだっけ、なんかね結構なんか結構なんていうの、なんか音楽って感じ、なんかその警報みたいな感じよりかは。でもどんな音だったか忘れちゃった、忘れ上げられてるけど、港区そんなにいいもんかって思う。いや、なんかだからその作られてる港区女子とかは別に私いいなとは思わないけど、なんかこの間それこそ六本木行った時に、あの六本木のさ、なんかディオール店にみんなで行ったんよ、仲良し4人組で行ったので、さ、その あのディオール店をやってるところまで駅から歩いたのね、ちょっと。そしたらさ、途中にさ、なんかさ小学校みたいなのがあったんだけど、もうガチお嬢様みたいなとかしか通ってないみたいなさ、本当のお金持ちが通うみたいなところがあって、学校が。そしたらはるかちゃんがボソッと、いやこれがマジの港区女子だよねみたいなこと言い出して、確かにってなって、いやそういうのは羨ましいなって思う、勝ち組だなって思う。そうだから、なんかあの生まれがそことかさ、もう育ちがそことかは憧れるけど、別になんか作り上げた港区女子とかは別にいいかなって感じ。お金持ちみたいなのはいいなって思うけど、別になんか港区じゃなくてもいいかなとは思うかな。そう、前の職場港区も区域入ってるけど、判別が麹町住民とか。へー、そう、ディオール店めっちゃ良かったよ、綺麗だった、すごく。あー、警報系全部オフにしてる、誰かしら近くの、確かにね、外に出てたりしたらまあ鳴るよね、品川女子。
そうそう、めっちゃなんかね、あのなんかお迎えとか来てるお母さんとかいたんだけど、もうマジもう外車みたいな、超高級車みたいなのばっかり。六本木とかなんてそうだよね、銀座とかもそうだけど、止まってる車とか走ってる車とかさ、もう高級車連続で高級車とか来るからね、外車みたいなおしゃんのやつが。なんかそういうさ、もうマジでなんかもう人生無双してますみたいなのは羨ましいなって思うけど、そうって感じかな。ぶつけたら大変。いやほんとそれな。何のお仕事されてる？経営者でしょ。経営者か、なんだろうね、重役とかじゃない？やっぱすごいよね、そんな人がゴロゴロ溢れかえってんだもん、東京って。怖すぎる。そう、ポルシェとかね、マジでいっぱいいるよね、責任ある仕事。まあね、そうなんだよね。でもすごいよな、学生時代に猛勉強するのが一番コスパ。まあまあそれはそうだよね、それはそうかもしれん。そんな車を買うお金があったら俺は働く。確かに。でもさ、そういう人ってあれかもよ、なんかあの仕事を生きがいみたいな感じの人もいるかもしんないよね。クーさん、ミルクアイスありがとうございます。いちごアイスもありがとう。チョコアイスもありがとうございます。確かに投資家とかもいるだろうな。まあ投資するにはね、そもそも資金がないとって感じだけど。え、でもなんか私的にはなんかあのすっごい資産とかなんかすっごいお金とかと、まあ人並みの、まあ、それなりの生活というか、まあ別に普通のごく一般的な生活でめちゃくちゃ愛情をもらえるとかだったら全然愛情の方を選ぶかなって感じ。普通に綺麗事とかなしに。でお金ってさ、別にさ、まあ最悪手段選ばなかったら稼ごうと思えば稼げるじゃん、自分で。そうだけどやっぱ愛ってもらえないじゃん、お金じゃ買えないからさ。そう、さんちゃんこんばんは。商売上のステータスとして高級車乗ってるのかなって。まあ確かにそれもあるかもね。そうそう、職を選ばなければ別にお金稼ぐことはできるけど、金持ちの家の子供とか育て方間違えたらどうしようもなくなっちゃう。え、でもそれはそうだと思うよ、マジで。上手に育てないと何でもお金でどうにかなると思っちゃいそうだし、っていうか普通になんかそのそれが当たり前な状況じゃん実際だから、なんか本当にあれしないと、もうなんていうの、あのなんか止まらなくなりそう。普通になんか欲しいものとかもさ、当たり前に手に入っちゃったりとかするとさ、それが当然になっちゃうからさ、ありがたみがわからな、そう、わからなくなっちゃいそう。そう、なんか別にそういう人がありがたみが分かってないとかそういうことじゃなくて、それを当たり前にしちゃうと、そのなんかありがたみとかがわからないまま大人になってしまいそうだから、そういうところはあれかもね。てちてちさんこんばんは。そうだよ、最後に愛を勝つ、ほんとそうだよ。人の心も金で買える。いやー買えるかもしんないけどさ、でもそれってお金がなかったらって思ったらさ、すごいなんか虚しくないか。てちてちさん流れ星ありがとうございます。
うん、めぐみのさんこんばんは。すごい900回目の訪問ありがとうございます。いい意味で世間ずれしてなくて破壊主義に出来上がるお金持ちのご子息もいるね。それが一番成功パターンだと思うけどね、マジで。愛だけじゃ生活できない。いや、わかるよ、わかる。だからあの必要最低限は必要だと思うよ、さすがに。そう、愛があればお金いらないとまでは言わないけど、っていう話よ。自分の1200回訪問知らない大過ぎてなんです。あ、そうなの。1200回ってすごいね。個人的にお金持ってて顔もいいといい人多い。あー、でも心に余裕があるんじゃないなんかもうさ、その憎悪みたいなのがないんじゃない、人としての憎悪みたいな感情がもうないんじゃない、そういう人って。なんかさ、マジで思う、あの本物のお金持ちの人って可愛い人とか多いんだよ。なんかさ、そういうなんかこう なんていうのかな、なんかこうマイナスな感情がないんじゃないって。そう、余裕があるの心に。え、でもそれ結構マジだと思ってて、なんかさ、嫌味っぽさがないんだよね。なんか中途半端なお金持ちってさ、なんかちょっとこうなんか自慢っぽいっていうかさ、って人結構いるけど、なんか本当にもうなんていうの、もう家計がお金持ちみたいな、お金持ち家計みたいな子ってもう嫌味とかを全くなく、なんかもうその妬みとかなんかひがみみたいなとか全くないみたいな、本当に素直に育ったんだなーみたいな人とかいる。いる。憎悪まみれ、年とともに引き算性格表情になって。え、でもしょうがないよそれはって思っちゃうよ。だし、そうかって感じだけどね。でもさ、なんかあれだよね、あのまあでもお金の余裕イコール心の余裕は結構納得、私的には。自分もそうだもん。そう、世の中お金が全てじゃないけど、でもやっぱりお金がないと生きれないからね、人間って。どうしても、困った世の中だぜ。二度見さんこんばんは。ハートありがとうございます。まあその分きついこともズバッて鼻水出たわ。確かに悪気ないからね、それも別に。支払い迫ってて、でも入る予定がない時とかそれしかない。いや、ほんとそれな。懐あったかい時は心もあったかい。いや、ほんとそれ、ほんとにそれ。もうほんとに、いや、年金とか税金とかも大っ嫌い、マジで。本当に無理ですね、最悪。もうさ、高すぎんだよ何もかもが。何、年金とかどうせもらえないのにさ、もうさ、あんなにぼちぼち取られてかわいそうくさ大文句で草おもろ。本当にやだマジで。何、給料も上げていただいて一緒に。
しいよね。なんかさ、手取りが上がらないのにさ、どんどん物価とかさ、税金とかだけ上がっていってさ、公共料金とか、なんかさ、そんなのさ、生活水準下げるしかないじゃん、どん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 。生きるモチベーションとはって感じじゃない？Y世代すらどうせもらえないの人たちだもんな、あれ。いや、ほんとそれな。ほんとそうだよ。ねえねえ、所得税関係で3万で、住民税関係で1万プラスしたやつ、先月から4万プ…え、どういうことどういうこと？4万多く支払ってるってこと？先月から。どういうこと？え、本当にさ、ね、嫌すぎるよね。みんなでも時期的にボーナスとかもらった人多いんじゃない？マジでみんなたまには本当自分のこと甘やかしてな。4万支払いがマイナスになる。戻ってきてるってこと？戻ってきてるというか、その何、4万残るようになったってこと？自営業にそんなものはない。あ、確かに個人事業主ってこと？給料が増えなきゃ君たち見つけないじゃないか。怒ってる理由おもろいね。自分のために使いな、本当に真面目に。嬉しいけどね、たまにはね。あ、そうなんだ。4万か。まー、あ、ちゃんも自分のこと甘がって、ありがとう。そう、やってらんないよな、マジで。ボーナス来月。あ、そうなんだ。ちょっとじゃああれだね、楽しみが先延ばしだね。赤坂剛さん、ミルクアイスありがとうございます。あれだね、私もう本当にそろそろ早く髪の毛乾かさないと。もう1時間経っちゃった。じゃあ髪の毛乾かして寝ます。みんなありがとう。なんか変な時間に急に始めたのにありがとう、たくさんコメント。それがまだ乾いてないのよ、残念ながらね。傷んじゃう、早く乾かします。じゃあ皆さんありがとうございました。また明日お会いしましょうね。うわ、グランクラスで新潟めっちゃいいじゃん。いいプラン。みんなありがとう、ゆっくり休んでね。明日は何時くらいに PC の前、え、全然決めてないです。あの、やるとき結構早めに告知しますってことで、おやすみなさい。ありがとね、みんな。おやすみー。